義務教育学校とは、小学校課程から中学校課程まで義務教育を一貫して行う日本の学校である。学校教育法の改正により2016年に新設された学校教育制度、小中一貫校の一種とも言えるが、また違う存在である。義務教育学校は、学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、現行の小中学校に加え、 小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校であり、初等教育と中等教育の一部の合計9年間の過程を一体化させた学校である。設置は国公私立いずれも設置が可能となっている。なお、市区町村は学校教育法に基づく公立小学校、公立中学校の設置義務があるが義務教育学校を設置することでも、 設置義務の履行となる。教育課程や学校運営については設置者によって柔軟に運用することができるため一概には記述できないものの先行の小中一貫校の主な実施例を挙げると次の通りである。など、学習カリキュラムのみならず、従来であれば中学校段階の教育の特徴とされてきた監修的制度が小学校段階に早期化されている場合もある。 小学生が学ぶ前期課程と中学生が学ぶ後期課程を同じ校舎にした施設一体型で小中一貫校果した場合、学校の統廃合が伴うため、現行の小中学校の小中一貫校果については、学校統廃合及びそれに伴う教育予算の削減ではないか、との指摘もある。学年の区切りをいかにするべきかは議論も多く、6から3から賛成。 六から六世が主流の現行の教育制度の中において、公立の一部の学校が異なる。学年区分を適用することには異論もある。公立の場合、入学者選抜は行われない。これは、公立の義務教育の中においてエリート校化することを懸念する意見があるためである。しかし、入学者選抜を行わない場合、柔軟なカリキュラム編成を活かした。 早期カリキュラムのような独自の一貫教育が可能なのか疑問も指摘されている。公立の義務教育におけるエリート教育に関する議論や横並び意識の強い日本の教育風土においては様々な課題もある。小中一貫校の制度に関してはこれまで中央教育審議会、国会、地方議会、教育学者、 教育評論家等の間で様々な議論が行われている。初めての制度の導入に伴うメリット、デメリットがあり、制度そのものについて推進意見、慎重意見もある。以下には、小中一貫校一般ではなく、特に義務教育学校に関するメリット、デメリットを挙げる。ありがとうございます。